おはようございます。ミスチャガーです。2020年5月18日月曜日8時57分です。おはようございます。現在名神高速東行き上り線ですね、名古屋方面向いて走っております。米原ジャンクションの手前、1キロ手前です。名神高速から北陸道に入っていきます。名神高速そのまま行きますと伊吹パーキングエリアがあと8キロぐらい先にございます。はい、こちら北陸道になっております。米原ジャンクションあと 500m ほどです。先までずっと煽ってくれとったクレーン車ね、米原ジャンクション右が名神、左が北陸道。この先合流があります。注意してください。ちょうどに大津から、撮影し始めたので、そうですね、丸1時間くらいで米原まで来ました。米原インター出口 0.5 キロポスト、北陸道の0キロポイント、スタート地点は今の米原ジャンクションやったようですね。この先合流があります。注意してください。前からインターの出口が終わりまして、これ何やろ、入口かな、前からインター入り口ですね。神田3キロ西静ヶ岳、何キロまで長浜8キロ、小谷城16キロ、木の本22キロ、福井102キロとなっております。小谷城ってね、浅井長政かなんかの城やったっけ。織田信長の家臣の。ないでしょうか。2キロポストです。9時ちょうどになりました。あずさ3号3号なんかあるかい。北陸道この電光掲示板みたいになってる速度規制のやつ出てないけれども、多分80キロかと思います。富山とかあの辺まで行ったら100キロやったかな、ちょっと忘れましたけど、忘れましたと言ってもね、もうめちゃくちゃ昔なんで通ったんがね、長浜トンネル 550m、 北陸道を通るのは15年以上前ですね。なので全く覚えておりません。もう初めて通るっていうにも等しいくらい全く知りません。なので皆さんに教えてあげますっていうよりは、走ってみますからどうぞご覧くださいみたいな、そんな感じになります。15年どうかしたら20年ぐらい通ってないね、もうこの道路。神田パーキングが間もなくです。ないわけじゃないんだけども、その景気がずっと悪かったじゃないですか。
だから高速道路も走らせてもらったことがないんですよね。よっぽどのことがない限り。はい、神田パーキングエリア。コンビニも何もないんかな、これ。自販機と、そこそこの建物があるのあれ。コンビニじゃないけど、売店っぽいのがありましたね。パーキングエリアは 4.8 キロポスト。9時2分。はい、話戻りますと、私の記憶ではこの北陸の方に、まあね、金沢の方に行くとか、まあそういうことがあったとして、全部下道走っていくみたいな、高速道は使わないねみたいな、そんな感じですか。161を走って8号線か27号線かちょっと忘れたけど、そんなん走るとか、まあ8号線走るとか、昔ね、そんなんして下道走ってた時っていうのは、舞鶴若狭道も、舞鶴ぐらいまではあったかもしれないけど、小浜とかあの辺まだなかったと思うんですけどもね。ないもんだから、あの海沿いなんかも海水浴シーズンとかだったら、まあ渋滞して動かないみたいな。嫌な思い出しかないですけどね。まあ、よっぽどいい運賃の仕事をもらわないと、あの高速道路まで配達できなかったんですけれども、よっぽどいい運賃っていうか、ね、あのそんな燃料代にもならんやろみたいな運賃で走られされてたでしょう皆さんみたいな。10年ぐらい前とかやったら本当にもうやらん方がマシみたいな仕事ばっかりでしたからね。ちょっとでも高速乗ったり、ちょっとでもあの燃料食ったりしたら、もういきなり赤字みたいな。人件費なんかどっから出るんやみたいな。断って仕事切ってしまったら、受けるもんがなくなるからっていうことで、無理やり受け取ったみたいな。この辺まで来るのに、大阪からね、40フィートのコンテナ引っ張ってきたところで、下道全部走らされたけども、あれでも運賃3万8000円とかね、そんなんで来とったんですよね。いや、言うたらいかんか、運賃までね。まあいい、まあいいか。それがもうただの売り上げなのか利益なのかちょっと分からんけれども、多分売り上げなんでしょうね。その中から燃料代から人件費から高速代から全部やらないかんから、まあ高速道路なんか一つも押してもらった記憶がないみたいな。はい、長浜の出口まで1キロ、8.6 キロポスト。長浜っていう地名もね、あの九州うろうろするまでは長浜ラーメンってここのことやと思ってたんですけれども、長浜ラーメンというのは、福岡市の博多区だったかな、まあ、福岡市のね、福岡の駅の近くに、駅の近くというか、まあ、ちょっと海の方まで行ったら中央市場があって、その辺りが長浜なんですけど、はい、滋賀県の長浜です。 9.4 キロポスト、9時6分。長浜インター出口越えました。長浜インター次入り口です。 9.8 キロポストあたりで合流いたします。10キロやってきましたということです。そう考えたら早いね。
回オートクルーズ72キロでかけております。もう1キロ上げて73にしとこう。下り坂なさそうですし、ギアもちょっと10速から11速に変えておこう。今日乗ってる車は最新型の、UD のトレーラーです。241,655キロ走っております。ETC 出口小田2条まで5キロ、木の本13キロ、福井まで93キロ、舞鶴115キロ。舞鶴115キロは、舞鶴若狭道かと思います。敦賀ジャンクションかな、敦賀で舞鶴道の方に復帰するかと思います。舞鶴道の方に敦賀南インターがあるのかな、で北陸道に敦賀インターがあるんじゃないかと思います。今日は、敦賀インター降りて、まあ敦賀南インターの方に向かって走って、そのちょうど中間地点ぐらいのところに配達に行きます。すごいな段差が、はい、12キロポスト。まあ大阪からでも京都からでもビャーッと来て、どうだろう、滋賀大津から2時間ぐらいで敦賀ですね。また福井県ですからね。そこから石川県まで行って金沢とか輪島とかまで行こうと思ったら、もう何時間やろ、3時間ぐらいかかるのかな。先っちょまで行こうと思えば、まあ、そんなとこまで行くぐらいやったら富山とか新潟まで行く方が早いかもしれない。店主格なのか
ません。地名だけが残ってて、そんな城跡とかももうないんかな。北陸自動車道北向き、福井、石川、富山、新潟方面行き走っております。現在17キロポストを超えました。米原インターから、米原ジャンクションから17キロ来ました。6時13分、米原ジャンクションあたりで8時58分とかそんなんやったと思うんで、まあ約15分くらいでこのあたりですね。15、6分で 17.5 キロになってきました。遅くとも3時までには会社帰らないと、この車夜勤で使うようなので乗り換わり間に合わんかったら嫌味を言われるのがよくありますけどね。木の本インターまでよくね、ラジオとかで、北陸道のチェーン規制みたいなの言ってるときに、この木の本あたりが境目になってるというか、木の本から北川は、チェーン巻いてくださいみたいな、木の本までは別に普通に行けますよみたいな、そんなことがあるかと思います。静ヶ岳まで4キロ、トネまで16キロ。残念、あと2つ読めませんでした。ロゴ高原スキー場の近くか、木の本は国道8号線と365号線、365ってどうだろう、走ったことあるのかな、あるんかもしれない。
色やな。そんなに用事ないんですよね、この辺り。今日は大阪からこうやってね、あの敦賀まで福井県の方に来てますけれども、福井県っていうのは大阪から行かなくても別に名古屋からも行けちゃうでしょ。だから名古屋から行くことが多くて、あんまり大阪の運送屋さんはこっちの方来ないんじゃないかなと思います。木本インター出口 23.2 キロポスト9時18分です。岳のサービスエリアが2キロ先にございます。その先のサービスエリア45キロ先らしいです。23.7 キロポストで、忘れた、合流があります。入り口の合流インター、木本インターの合流。24キロポストになりました。リアルなマネキンやった。あんなリアルなマネキンあるんやったらこんなおさんいらんのじゃん。AI かしな。昔ね、広島の辺りで山陽道
入ってすぐくらいのところでバーストして、入ってすぐというか、しわか西条かなんかその辺やったと思うけど、インター乗って本線で入ってすぐバーストして、で、さっきのトラックみたいにタイヤ巻き散らしたんですけども、タイヤ巻き散らしてタイヤがパンクしてなくなりましたよっていうだけじゃなくて、その破裂して周りに打ち負けた結果、そのブレーキのホースが切れてしまって自分で走れんようになってしまいましたけれどもね。あの時はレッカー呼びましたけどね。
なるべくなら早く着きませんかとか言われて、次の日に着けてほしいんですけどもって、ダメですかとか言って、ダメですかって催促やろみたいなシャワなしで、だから無理やり走りましたけどもね。本当はダメなんですけどね。はい、35キロポストです。28分。ワンマンで走れる、まあ、距離っていうのもあるしね、その距離走るんやったらツーマンって言って、運転手もう一人乗せて、交代交代に運転しなさいよみたいな。でそんなんで、まああとね、一日でどれぐらい走っていいよとかいうのも事細かにあるんでダメなんですけども、某大手雑貨屋さん、なんとかツーさんね、2日で受け負った仕事を1日で来てくださいっていう電話をわざわざ入れてきて、まあ、必死で行きましたけれども、別にねありがとうっていうこともなく、別にお茶のコーヒーの1本でもくれるわけでもなく、早く来いって言うただけかいみたいな。生産力を落とさないように、労働人口だけ減るっていう、まあ、その形が一番いいんでしょうね。でロボット AI とかが仕事して稼いだお金で、我々はそのお金で暮らさせていただくと、今みたいに必死に働かないと暮らしていけないよみたいなことじゃなくて、ロボットが稼いだお金で我々は生活しますみたいな、そんな時代になればいいなみたいな、そういうのをベーシックインカムって言ってね、言っておるんですけれども、まあ現実離れした話のようで、あと20年先までにはそういう風になっていくかと思います。まあ現在でももうレジとかでも無人でね、生産するようになってきてるんで、コンビニとかももうアルバイトのお姉ちゃんがやるんじゃなくて、無人のレジでやるみたいな、そんな時代になっていきそうですけどね。はい、全く関係ない話してる間に 40.5 キロポスト
ですよ、2本。なのでモントクルーズ73から70キロまで3キロ下げました。山岳地なんて上り下り思ってる以上にきついねみたいな、減速も普通に車のオートクルーズに任しとったんでは止めきれんみたいな。ここはここで上り坂かなりきついですけど、そろそろ私の動画終わりになりますね。およそ2キロ先、分岐を右方向です。あら、下りきついわ。私病院に行きます。去年ぐらいから病院通って、肝臓の、ね、内臓脂肪みたいなあれとか検査してもらってるんですよ。別に病気でもないのに、ね、コロナが蔓延してる時にわざわざ病院行きたくないけれども、まもなく分岐を右方向です。ここ大事です。45キロポスト鶴ヶジャンクション45、分かりやすい、切りがいい。45キロポストで鶴ヶジャンクション左手に取りますと舞鶴若狭道小浜舞鶴方面です。右手は引き続き北陸道ということになります。はい、45キロポスト越えて、鶴ヶジャンクション舞鶴道との分岐、これを越えますと1キロほどで鶴ヶインター合流があります。注意してください。その先左方向高速道路出口です。もう左入っていってんのかな。今まもなく左方向前からの高速道路出口です。そして北陸道、これまだまっすぐなんですが、私は鶴ヶインターで降りますので、この一番左車線でいいみたいですね。舗装も綺麗です。この辺り 46.2 キロポスト 46.3 キロポストで鶴ヶインター出口です。料金所です。
今回初めて北陸道をお伝えいたしました。私自身も16、7年ぶりかな。もう前いつ乗ったんだかね、あの何の用事で来たんだか覚えてないっていうぐらい久しぶりで、ね、初心者状態で走りましたけれども、いかがだったでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。9時38分およそ300メートル先、斜め左方向です。左方向、舞鶴方向。あ、いっぱい書いてんなこれ。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。